はい、キムチです。では次からやっていきたいと思います。はーい、注目、情報屋キリエの大スクープだよ。反シンラグループのアバランチが1番と5番の後調子に乗って7番マコールまで爆破したんだけど、素人の悲しさで爆弾の威力を把握していなかった。その結果がこの大惨事。しかもウータイから莫大な資金援助を受けてたんだって。反シンラなんて大層な看板を掲げてるけど、実際はウータイの手先というか、ただの使いっ走り。これが真相。上で仕入れたばかりの最新ニュースだよ。はーい、ゴギル、ゴギルちょうだい。マジかよ、油断も隙もねえな、ウータイは。結局、魔法が妬ましいのさ。また戦争になるのかい。仕掛けてきたのはあっちだ、仕方ないだろ。ねえ、ゴギル、情報はタダじゃないんだよ。ウータイの手先じゃねえ。他はともかくそこだけははっきりさせねえと。私たちの主張なんてもう誰も聞いてくれないよ。ごめん。ティファ、なあティファ、俺たちは反省も後悔も許されないみたい。こっから先はもうただただひたすら前進あるのみ。何があろうと反神羅の火は消さねえ。うん、でも今は前だけじゃなくて周りも見て、みんな怯えてる。だからお願い。困ってる人がいたらできるだけ助けてあげたいな。昨晩発生しました。24個ある。違う、16から24か。7番プレート崩落事件に関する続報を。どこ、お、クラウドさん、麦たちを見ませんでした？日課の見回りに行ったみたいなんです。今日は中止にしなさいと言うべきでした。もし子供たちを見かけたら帰るように伝えてくれませんか？子供たちの特徴は多分わかる。あんたは動くんじゃねえぞ。ここで子供たちを迎えてやれ。いいな？あ、はい、そうします。よろしくお願いします。来てくれて嬉しい、クポ。また見に来てほしい、クポ。いいところに来た。あのね、クラッシュボックスを難しくしてみたの。これは戦うための訓練なの。こんな世の中じゃ子供だって自分の身は自分で守らなきゃいけないでしょ。もう箱相手じゃ物足りなくて、モンスターだってクラッシュできちゃうかも。バカなことは考えない方がいい。バカですって？みんなクラウドよりすっごい記録出してるのに。お説教はそれを抜いてからにして。はぁ、あ、と思う。やっふっキズふっふっ沈め。覚悟はいいか。えっ、行け。仕上げだ。
カッチ沈め、フッ仕上げだ、フッカッチクラッ、フッ沈め、グッやっ仕上げだ、寝てやる、マリカッチ、フッ集中していく、見せろ、叩き切る、沈め、やっ、カッチ、やっ、仕上げだ、フッ、カッチ、やっ、仕上げだ、隙をつく、うせろ、えっ、やっ、沈め、ふっ、仕上げだ、やっ、沈め、はっ、くらっ、ふっ、ふっ、ふっ、耐えられるか、これやっ、フッ、フラッ、やっ、フラッ、グッ、カッチ、沈め、フッ、フッ、グッ、やっ、仕上げだ、キッチ、フッ、フッ、やっ、沈め、グッ、フッ、グラッ、カッチ、グッ、やっ、グラッ、決めてやる、決める、フッ、グッ、カッチ、グラッ、フッ、沈め、どけ、グラッ、やっ、仕上げだ、はあ、たたき切る、ふっ、沈め、かつ、ふわっ、ふっ、ふっ、私たちがいくら頑張っても無駄なんだね。英雄になりたいならもっと肩の力を抜くんだ。え？楽しくやったやつがしぶとく生き残る。本当に強いのはそういうやつだ。じゃあそうする。クラウド師匠、またすごいお手本見せてね。気が向いたらな。クラウドさんですよね。いいところにいらっしゃいました。オーナーのサムから話は聞いています。凄腕の元ソルジャーの何でも屋だとか。そこでご相談なんですが、うちのチョコボたちを探してもらえないでしょうか。実はプレート落下の衝撃に驚いて逃げてしまったんです。きっと今頃怯えてお腹を空かせているはずです。かわいそうに。そりゃ大変だな。わかった、気にしておくぜ。ありがとうございます。見つけたらこれを食べさせてください。逃げたのは3羽、名前はカカ、ロロ、モモです。野菜を食べて落ち着けば自分たちで帰ってくるはずです。よろしくお願いします。チョコボ車が使えられました。何でも屋さん、いい
ところにいらっしゃった。どうもどうも。自分活力新聞で記者をやってるものでして。何が新聞だ、神羅の宣伝ばっかじゃねえか。まあ、ただだからこそ手に入る情報もありまして。興味あります？実はですね、神羅の某部署がコルネオの財宝を押収することになったのですが、なんとその財宝が隠されている部屋の鍵を何者かに奪われてしまったらしいんです。その鍵を奪ったのが、何を隠そう、スラムエンジェルなんですよ。神羅やコルネオをつけ狙う五番街スラムの盗賊です。あのスラムエンジェルがまた現れたんです。どうです、今度こそ興味ありません？まあ、ねえこともねえな。でも時間もねえ。興味ありですね。では何でも屋さん、スラムエンジェルのアジトは覚えてますよね？あんた懲りてないのか？いえね、前向きに考えようかと思いまして。スラムエンジェルに狙われるならそれはそれでネタになるなと。はあ、何をさせる気だ？盗まれた鍵を取り返したら財宝は皆さんのもの。私はスラムエンジェルの正体が知りたいだけなんです。なので何か分かったらちょこっと情報をいただければ。あ、クラウド。ああ、こいつが迷子か。こいつとか迷子とか、いきなり何？ああ？こんなところで何をしてる？一人なのか？それが、見回りのみんなと倒れたお墓を直してたんだ。そしたら、笑い声が聞こえて、気がついたら、みんな消えてた。消えたんだ。来るぞ。連携しよう。待ってました。
なんでこんなとこに来たんだよ。ここ、リーフハウスにいるこの親がたくさん眠ってるんだ。だから、様子が気になってさ。そうか。とにかくありがとう。また世話になっちゃったな。俺たち、ハウスに戻るよ。先生が心配だからね。クラウドさん、これ、さっき拾ったであります。よかったら使ってくださいです。生意気なガキどもだ。魔法吸収も。欲しいでしょ。おや、何でもや。今日は友達と一緒かい？私はミレイユ。クラウドとは、まあ、雪吊りの関係だね。何をしている？多分あんたと同じさ。コルネオの財宝目当てだろ？なんで知ってんだ？ふんふん、私は町の噂が大好物でね。噂を確かめに来たんだけど、財宝はここにはないよ。スラムエンジェルが横取りしたんなら、もう配っちまったんだろうよ。そうかもね。でも、もう一つ噂があるんだ。ねえ、あんたたち。仮にだよ。もし財宝が手に入ったら、何に使う？物資だな。スラムの生活を立て直すためには物が必要だ。財宝を売ってその金で物資を調達する。スラムエンジェルが鍵を盗んだっていうのは濡れ衣らしいんだよ。詳しいことはキリエから聞くといい。
若いのになかなかの情報通だ。しましまの靴下を履いてサイズの大きな帽子をかぶった子さ。どこにいる？さあねえ、若い娘を追いかけるのは大変さ。そうだろう？ここには何もなかったよ。てく、あの新聞記者もしつこいね。財布がある場所を教えてくれ。下水道とスチールマウンテンと鍵がないから。ちくしょう。頼む、無事でいてくれ。兄貴、ティファ、無事だったんだ。よかった。その呼び方はやめろ。兄貴、折り入ってお願いがあるんですけど。聞いてくれます？言ってみろ。実は俺、いろいろあって町から出ることにしたんです。そしたら全財産をすられちまったんですよ。なんて不運でかわいそうな俺。途中まで追いかけたんだけど逃げられちまって、もうお先真っ暗。助けてくださいよ兄貴。犯人の特徴は？兄貴、犯人の特徴ですよね。黒髪の可愛らしい女の子で帽子をかぶってて、あと、そうだ、しましまの靴下を履いてました。キリエか。どっちに行った？教会の方に。キリエだな。え、誰ですか？キリエって可愛らしい名前。友達があなたに全財産を取られて困ってるの。ああ、なんだそっちか。驚かさないでよ。思い出したぜ。お前あれだろ、五番街でガセネタを売ってたやつ。ああ、はいはい、そういうこともありましたね。あの後、そのすっごい剣、噂の何でも屋さんだよね。私、なんて運がいいの。今、神羅に追われてるの。助けて。神羅からも吸ったのか？間違い、手違い、勘違い。神羅の人をかもっちゃって追いかけ回されて、もう最悪。でもでも、取ったのはこのボロい鍵だけだよ。鍵泥棒はお前かよ。え、何？そんな評判になってるの？私、殺されちゃう？それとも、一生ビクビクしながら暮らすの？ねえ、キリエ、私の友達から盗んだものを返して、そして、鍵もちょうだい。いやー、私たら、行っちゃうでしょ？神羅は何とかする。だから返せ。やった！神羅の奴らはボールマーケットの闘技場にいると思う。スペシャルな試合があって、それに私が出場するの。宣伝はバッチリ。本当？もちろんガセだよ。お前よく無事に生きてきたな。じゃあここにいるから、安全になったら教えてね。
そっちは任せる。頼られちゃうな。待ってました。そっちはどうだ。じゃあ行くよ。気をつけてね。引き分けていくぞ。炎は任せて。仕留める。俺の見せ場だ。まあ
人間だろ。私に任せて。畳みかける。頼りにしてる。ここからだ。全部か。サムのところで確認しよう。おう、バレット。ワイマー、大丈夫か。自警団は動ける奴らが手分けして怪我人の救助に当たっている。任せろと言いたいところだが、大問題がある。噂は本当だったんだ。地下に神羅の実験場があって、そこからモンスターが湧いてる。クラウド君、何でもや頼めるか。実験場に降りて地下のモンスターを一掃してもらいたい。危険すぎる依頼だが。俺にしかできないだろう。その通りだ。頼む。お、来たな、チャンピオン。おかげさまでみんな帰ってきたぜ。これであちこちに物資を送れる。オンに着る。これよかったら使ってくれ。うちのフリーパスだ。これさえ持ってればいつでもタダでチョコボ車に乗れるからよ。チョコボはめでてよし、撫でてよし、乗ってよし。いいところしかねえ。どうしようもない俺がウォールマーケットでやっていけてるのもチョコボのおかげさ。こればっかりは裏も表もねえ。素直な気持ちさ。よし、これでめっちゃ楽に。ようこそ。ご休憩ですね。音楽を聴きながらダラダラするのは最高だな。ん？お前もやるか？見つけたら持ってきてやる。そしたらベティ、みんなに聞かせてやれ。本当？ありがとう。よろしくね。みんなを元気にしなくちゃ。私も近くで聞いていい？
この曲、昔好きだったの。もちろん。またディスクがあったら持ってきてね。いい加減その辺にしておいたら。もう何時間もそうやって。いや、まだだ。オニオンさん、クラウドか。どうした？プレートの上に行く方法を知らないか？今の状況では無理だろうな。ほう、見事な出来栄えだ。そこのレディ、ただ者ではないな。え？しなやかで均整の取れた美しい筋肉だ。思想が見える。いい師匠についたな。しかし今はひどくこわばっている。迷っているな。ティファ。ねえ君、ティファ君、せっかくだし兄と勝負してみないか？思いっきり汗を流せば胸のモヤモヤもすっきりするよね。私は構わないが。来たな。では懸垂で勝負だ。失望させないでくれよ。同じ感じで。素晴らしいね。その調子だよ。このまま続けていこう。美しいフォームだ。いい感じだね。美しいフォームだ。素晴らしいね。このまま続けていこう。その調子だよ。呼吸を合わせるな。このまま続けていこう。こんなところやばい。美しいな君は。君の勝ちだティファ。私夢中で。こわばりは解けたようだな。君との勝負で私も覚悟が決まった。今夜は最高のコンディションでステージに上がれそうだ。ありがとう。私の方こそ。すっきりです。これは今夜の記念。次はミツバチのステージで共に汗を流したいものだ。鍛えていくか。逃げるなら今だぜ。素晴らしいね。おお、美しいフォームだ。いい感じだね。ほら、もっと体を追い込んで。美しいフォームだ。このまま続けていこう。二人とも素晴らしいよ。素晴らしいね。その調子だよ。素晴らしいね。このまま続けていこう。さあここからだよ。いい感じだね。美しいフォームだ。
しい。君たちならやれる。素晴らしいね。その調子だよ。おいおい、もっとホットになれるだろう。俺と勝負か。オッケーカモン。逃げるなら今だぜ。素晴らしいね。このまま続けていこう。その調子だよ。いい感じだね。いいね、美しい汗だ。美しいフォームだ。このまま続けていこう。素晴らしいね。いい感じだね。その調子だよ。このまま続けていこう。美しいフォームだ。素晴らしいね。いい感じだね。その調子だよ。ほら、もっと体を追い込んで。素晴らしいね。このまま続けていこう。美しいフォームだ。このまま続けていこう。素晴らしいね。もっと体動かす。ワンモアチャンス。ん？体動かしてく？体は温まってる？うん？マッスルハーモニー。ハイレベルな勝負だぜ。さすがにやるな。どっちが勝つんだ。パーフェクトだ。どんだけ鍛えてるんだ。負けてられませんぜ。どんだけ鍛えてるんだ。ハイレベルな勝負だぜ。さすがにやるな。パーフェクトだ。どんだけ鍛えてるんだ。次の挑戦も待ってるよ。一勝負やっていくかい。さあ楽しもう。Hit!
すぐに寄るの。マッスルハーモニー、受けてられませんぜ。パーフェクトだ。どんだけ鍛えてるんだ。どっちが勝つんだ。ハイレベルな勝負だぜ。負けてられませんぜ。さすがにやるな。来た。こんなところかな。次こそは僕が勝つからね。オッケー。